はい、恐怖の弾き語りで、これはちょっとですね、ちょっと難しいんですけども、うん、まあまあまあ許してください。はい、翼をください。はい、なんだろうなんだろう。英語のタイトルもついてるんですよね。うん、でこれ難しいですね。これを演奏するのね、なかなかね、ちょっと勇気がいりますね。はい。まあ歌のところからですね。まあまあでもピアノは簡単に弾けますし、楽譜もいっぱい売ってますし、いろいろだと思いますけれども、ピヨピヨ譜面はもう簡単、こんな感じですね。はい、これですね。はい、こうですね。はい、簡単に弾けますので、はい。うん、まあでもこれを曲はあまり、うん、やる人はいないかもしれないですね。でも一応ちょっと撮っとこうと思いましてですね。はい、イントロはもう自由で、まあまあこんな、あとはまあまあこんなコードを鳴らせばいいと思います。はいはい、で、あ、まあこんな感じでいいですね。はい、でちょっと、はい、ルルルルルル、もうすぐ弾けますね。はい、ルル、ちょっと歌を聴かせてるわけじゃないですから、ルルルルね、これ誰か歌ってくださったらね、お願いします。ルルルルル、どうしましょうかね。ここ迷うとこですね。これだけでいいですね。これ一発でいきましょう。で押さえ方覚えたらちょっとこうちょっと刻んで。方ですね。でこれを覚えたら、あとはもういろいろ手が自由に動いてきますので、あ、これはこうですね。これはちょっとダメですね。テンションなしです。だから難しいんですよ。はい、2番。激しくなってくると、
これあとですね連弾の伴奏でやるといいですね。一人じゃなくて連弾の伴奏でこっちでアドリブでですね、こんなちょっとこういうこんなようなのちょっとねちょっとブルーノートチックが入ってもいいかなとね思ったりしましたね今ね、うん、かっこいいんじゃないですかね。あとまあねバンドでやればギターソロがねこうディストーションっていうのがあるんですよ。ディストーションってね音が伸びるんですよね、あの、ね、うん、まああとバイオリンでもいいですしね、まあそういうようなこうねもう妄想がいろいろね、うん、ねピヨピヨオーケストラやりたいんですね、このシンセサイザーじゃねここにありますけどねもう全然でもダメです。盛り上がんないですね。あーいい演奏あるかなこれ。あーありますね中村、あー違う違う、村上ポンタさん、村上ポンタさんの赤いあ翼をくださいあったと思いまして、あれ聞いてみましょうかね、うん、あれすごいですよ、あれかっこいいですよ村上ポンタさん、あれが一番じゃないですかね、うん、あ昔聞きましたね、うん、であとはねまあいろいろあるんですけど、まあ私の心を満足させてくださる演奏はなかなかないですねこの曲ね、なかなかないですよ、うん、まあ、YouTube とかでね生で聴けばちょっとねやっぱ違うでしょうけど、ね、感動するでしょうけどね生だね。 YouTube だとねやっぱりね、うん、やっぱり YouTube って限界がありますよね、この録音された録音物っていうのはですね、うん、やっぱ生のコンサートっていうのは全然違いますからね、うん、はい、そういうことでですね、ぜひ、弾いてみてくださいね。連弾の伴奏がいいんじゃないですかね。うん、あの、うん。で、誰かね、本当に何、うん、あの、あれですよ。あの、なんだっけ、あの映画があるんじゃないですか。ほら。なんだっけ、何でしたっけ。あの、修道士さんって、なんだっけ。忘れちゃった、ほら。何でしたっけ、ほら。ね、いっぱいあると思いますけど。あのこのベートーベンあちょっと題名が出てこない、なんで出てこないの、あ天使にラブソングをだ、天使にラブソングをね、あ天使にラブソングを、天使にラブソングをね1と2ありますよね、うん、あんな感じでこうおーハッピーデーって曲があるじゃないですか。あれそれやってないですね。それやりたいですね。うん、あのねピアノかっこいいですね。うん、おーハッピーデーって曲がありますね、うん。あるじゃないですかね。あんな感じですよ。うん、あんな感じですかね。あくまでね。もうあとはね、いろいろアレンジはね、もう無限ですからね。アレンジは無限ですからね。うん、だからこの曲を演奏するっていうちょっと勇気がいるんでね。ちょっとね。うん、なんだって思われちゃうとねちょっとなかなか弾けない、ね、曲ですけどもね、でもちょっとやってみたい気もしますよね。そういうなんかかっこいいねバンドみたいのできたらいいなとね妄想ですけどね、はい、はい、ということであとはですねこのピヨピヨ譜面とかねその説明いろいろですねいろいろね楽譜とかですねいろいろもうここの説明のところに入ってますので、はい、すみません、よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。失礼します。